今回のテーマ、 GPS とテレマティクス。おはようございます、マサルです。今回はソフトウェアの分野から GPS とテレマティクスについて一緒に勉強します。それでは始めていきましょう。令和2年秋、問91。 IoT 機器やスマートフォンなどの端末に搭載されている GPS 機能を利用して、この端末が自らの位置情報を得る仕組みとして適切なものはどれか。あ、端末の位置情報の通知要求を電波に乗せて人工衛星に送信し、これに対する応答を受信することによって位置情報を得る。い、端末の位置情報の通知要求を電波に乗せて地上の無線基地局に送信し、これに対する応答を受信することによって位置情報を得る。う、3つ以上の人工衛星が発信している電波を受信して、電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得る。え、3つ以上の地上の無線基地局が発信している電波を受信して、電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得る。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、う、3つ以上の人工衛星が発信している電波を受信して、電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得ます。それでは解説です。 GPS とはグローバルポジショニングシステムの略です。 GPS の機能を簡単に言うと、自分が今どこにいるのかを教えてくれるシステムですね。空にはたくさんの人工衛星が飛んでいて、それぞれの人工衛星は電波をずっと出しています。スマホやカーナビは受信機として人工衛星からの電波を受信します。キャッチした電波からスマホやカーナビは自分の現在地を測定することができます。なお GPS で自分の位置を計算するには、最低でも3つ以上の人工衛星からの電波が必要ということを覚えておきましょう。 IT パスポートでは3つ以上の人工衛星の電波という部分がよく問われます。よって今回の問題の正解選択肢は右の選択肢、3つ以上の人工衛星が発信している電波を受信して、電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得る、こちらが正解です。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢は、端末が位置情報の通知要求を電波に乗せて人工衛星に送信するとありますが、端末は受信機として人工衛星からの電波を受信することで自分の現在地を測定することができます。端末から位置情報の通知要求を送ることはないので間違い選択肢です。E の選択肢は、端末の位置情報の通知要求を電波に乗せて地上の無線基地局に送信するとありますが、先ほどと同じく端末から位置情報の通知要求を送ることはありません。また GPS を利用するために必要なのは無線基地局ではなく人工衛星です。よって E の選択肢も間違いです。次の A の選択肢は、3つ以上の地上の無線基地局が発信している電波を受信するとありますが、無線基地局という部分が間違いです。先ほどもお伝えしたように、 GPS を実現するために利用するのは無線基地局ではなく人工衛星からの電波です。よって A の選択肢も間違い選択肢です。それでは間違い選択肢の内容も確認したので問題を見直しましょう。 IoT 機器やスマートフォンなどの端末に搭載されているGPS 機能を利用して、この端末が自らの位置情報を得る仕組みとして適切なものはどれか。正解は、う、3つ以上の人工衛星が発信している電波を受信して、電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得る、こちらが正解です。次の問題です。令和4年春、問80。自動車などの移動体に搭載されたセンサや
表示機器を通信システムや情報システムと連動させて、運転者へ様々な情報をリアルタイムに提供することを可能にするものはどれか。あ、アクチュエータ。い、キャリアアグリゲーション。う、スマートメーター。え、テレマティクス。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、え、テレマティクスです。それでは解説していきます。テレマティクスとは、車などの移動体に通信技術を組み合わせることで、さまざまなサービスを提供することの総称です。なお、テレマティクスとは、テレコミュニケーションと情報科学という意味を持つインフォマティクスを合わせた造語になっています。例えば、テレマティクスを利用することで、車に搭載された GPS、センサー、インターネット接続を利用して交通情報をリアルタイムにドライバーに提供することができるようになります。よって正解選択肢は A の選択肢、テレマティクスです。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。 A の選択肢、アクチュエーターはエネルギーを何らかの動作に変換する仕組みのことを言います。例えば車の場合、エンジンの制御、ブレーキなど様々な機能がアクチュエーターによって制御されています。 E の選択肢、キャリアアグリゲーションはモバイル通信利用時に複数の周波数帯を一つにまとめてデータの通信速度を向上させる技術です。モバイル通信では周波数帯を使って通信します。キャリアアグリゲーションを利用すると複数の周波数帯を一つにまとめて利用することができるので通信速度を向上させることができます。 A の選択肢、スマートメーターはインターネットに接続したメーターのことを言います。スマートメーターの場合、電力、ガス、水道などの消費量をリアルタイムで測定してデジタル通信技術を使ってそのデータを自動的に送信することができます。これまでは人がメーターの数値を見て消費量を確認していましたが、スマートメーターを利用することで人による目視の検診が不要になるのでとても便利です。それではここまで間違い選択肢を確認しました。問題を見直しましょう。自動車などの移動体に搭載されたセンサや表示機器を通信システムや情報システムと連動させて、運転者へ様々な情報をリアルタイムに提供することを可能にするものはどれか。正解は A、 テレマティクスです。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は GPS について勉強しましたが、 GPS に似たもので GNSS、 グローバルナビゲーションサテライトシステムというものがあります。 GPS はアメリカが運営している衛星測位システムです。一方 GNSS は世界各国が持つ衛星測位システムの総称です。アメリカの GPS、 ロシアのグロナス、欧州のガレリオ、中国のベイドゥなどが GNSS に含まれます。 GPS は衛星の数が限られていることから測位の精度に限界があります。一方 GNSS は複数の測位衛星から信号を受信することができるため、GPS よりも高精度の測位をすることができます。そのため現在では GPS と呼ばれていても、実際には GNSS によって測位している場合も多く見られます。それでは最後に復習です。令和2年秋、問91、 IoT 機器やスマートフォンなどの端末に搭載されている GPS 機能を利用して、この端末が自らの位置情報を得る仕組みとして適切なものはどれか。正解は U、 3つ以上の人工衛星が発信している電波を受信して、電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得る。次の問題、令和4年春、問80、自動車などの移動体に搭載されたセンサや表示機器を通信システムや情報システムと連動させて、運転者へ様々な情報をリアルタイムに提供することを可能にするものはどれか。正解は A、 テレマティクスです。
それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。最近のイベントは記載している通りです。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。